ちょっとね、やっぱいろんな岡山県内サービスエリアあるんですけど、ここ結構マニアックなのかなっていう。ここは本当に初めてなんですよ。桃太郎の、出てくる、桃太郎に出てくる生地が、うわすごっ、こんな感じ。8月の上旬ぐらいになんかできるみたいです、このフードコート、B級グルメで。しょ、でしょ、見たよ。でかいよ、できてかずっといるよ、ずっといるの、うん、友達盛り久しぶりやね。なんかあ、どうも。お店なんか大きくするんでしょ。今度あそこ今工事中。でしょ、見たよ。でかいよ、できるよ。ちょっと楽しみだな。ちょっと一つもらおうか。はい、ありがとう。今作るよ。なんかおすすめお願いします。おすすめでいくよ。ロール作ろうか、ロール。いいね。ロールケバピコか、ロールケバ。あ、お願いします。はいよ、うまいな、食べて。体験イベント DJ ないね、もうやっぱなかなかやっぱ厳しいね。そうだね、最高やね。もうずっとやってんの？ずっとっていうか、ずっといるよ。ずっといるの？まあ全然大丈夫。宝冠町いなくなって寂しくなって。辛いのちゃうよ。お願いします。最高。辛いのいる？あ、もちろん。はい、ありがとう。友達盛り。ちゃうよ。最高。そんな感じで作るの、やっぱり。ススッと。うまいぜ、できたぜ。ありがとう。はい、ありがとう。あ、すごい。おっきいね。あれ、いつもありがとうよ。いや、いいよ、全然もう。久々に会ったもんな。ありがとうございます。はい。
建設中なんですけど、リニューアルですね。8月の上旬ぐらいになんかできるみたいです、このフードコート B 級グルメの。ちょっと楽しみですね。で今日はですね、あのサービスエリア、キビサービスエリアに来てるんですけど、ちょっとねやっぱいろんな岡山県内サービスエリアあるんですけど、ここ結構マニアックなのかなっていう感じで、ちょっと歩いてみようかなと。すごいね、あのトラックとかが並んでますけど、岡山県内で一番でかいのかなと思えるぐらいな感じかなと思うんですけど、まあ、この桃太郎がめちゃめちゃ有名なんですよね。これで一番ね気になったのは、あの五重塔、今までねずっと気になってたんですけど、全然行ったこと、あそこまで行ったことなかったんで、ちょっと行ってみようかなと思います。でまたね繰り返しになるんですけど、この店舗がねこんな感じになってます。フードコートあってということで、ペットの水飲み場、ここは本当に初めてなんですよ。結構なんか茂ってますけどね。さすがにねキャンプはちょっとどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、ゆっくりできるのかなと思うんですけど、あ、このキジがねいますね。桃太郎の、出てくる、桃太郎に出てくるキジが一応います。もしかしたら桃太郎に登場するものが置いてあるのかもしれないです。ちょっと見ていきましょう。ないですね、もぎ取られたような感じです。おそらくここにもあったんでしょうね。あそこにもあるので、犬かな。桃太郎の絵巻があります。この鬼退治というか、この岡山と桃太郎の、まあ、ゆえんというかね、書いてますね。ちょっとあそこまで行きたいんですね、五重塔まで行きたいんですけどね、あそこで分断されてますね。ちょっと行ってみます。そうですね、行けるのかな。来ました。
わすごっ、こんな感じになってますね。上までなんか係の人が登れるみたいですけど、給水の関係の施設があるのと、パイプみたいなのが流れてて、おそらくなんかそういう水関係のものなのかなと思いますね。暑い。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。もうこれね、夏8月上旬に向けてリニューアルするということで、まただいぶ変わってくるのかなと思いますね。フードコートがかなり充実してるというか、なかなか気になってたそのサービスエリアでもあったんですけども、まあ、近づいてみるとなんかちょっとね、なかなか、まあ、近づくものではないというような雰囲気でしたね。まあ、外か遠くから見るからすごいインパクトあったんですけど、まあ、こういう感じでね、同時だとちょっと分かりづらいですけど、気になってたのと、やっぱり岡山桃太郎にねちなんだものが多いかなと思いますね。ぜひ皆さんも機会があったら行ってみてください。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。